皆さんこんにちは。さあ始まりました、 KCN 情報発信スタジオ K スター。この番組は生駒市にある KCN スタジオを情報発信基地として奈良県のさまざまな話題をお伝えする番組です。さて近藤さん、はい、まあ、今週はですね、桜井のですね、長谷寺ダダ押しが行われましたね。ダダ押し、ほうほうほう、もうこれも毎年恒例なんですけどもね、今回はもう残念ながらですね、やっぱりコロナ禍ということで、非公開でライブ中継を行われた。ライブ中継では見られたんですね。そうなんですね、最近はもう多いですね、そういうのがね。まあでも細かいとこ見れたりするのでね、実際より近い距離で見れますよね、はい。あと長谷寺といえば何と言いましても、まあ、中継でもご紹介しましたけど、木造の11面観音と、そっちか、まあ、お花もボタンも有名ですけどね11面観音すごいよ、これ日本最大で、はい、へえ、およそ10メートルぐらい、ほう、こないですよ。はあ、詳しいな仏男子のぶらり舞いですか。いや、よその番組乗っ取るのやめてもらっていいですかで、リレーも行われたんですけどうん、うん、後ほどこちらはですね、はい、トピックスでご紹介したいと思います、はい、お楽しみに。さあ、それではピックアップズなら今回中継はですね、新田さん行ってくれております。早速呼んでみましょうか。新田ちゃん、新田和子です。私は今天理市にあります天理本通り商店街に来ています。今回はこちらから現在開催中の奈良町屋の芸術祭花ラートについて情報をお伝えしてまいります。お楽しみに。昨年の秋にはね、桜井の会場の方を市川さん中継行ってくれましたよね。そうでしたね。なので、まあ、市川さんをぜひ新田さん超えてくださいよ。おっと、わあ、なかなか大きなハードルですが、超えられるように頑張ってまいります。うん、今日はブローチはどこにしてんの？ごめんなさい、今ちょっと音声がね途切れちゃったみたいで、もう一回やっていただいていいですかね。あんたわざとらしいなもう変な前やったもんなということで分かりました。後ほど見せてください。よろしくお願いいたしますあの表情腹立つなさてですね、今回も生駒市の園芸店グリーンプラザ山城さんのご提供でスタジオに鉢植えを飾っていただいております。この鉢植えは後ほどご覧の皆さんへのプレゼントとしてご案内しますが、その詳しい育て方を聞いていますので、こちらをご覧ください。本日のおすすめはルピナスのピクシーデライトです。背丈の低い品種で春の寄せ植えにぴったりです。日光を好みますので日当たりの良い場所で育てましょう。寒さには強くマイナス5度まで耐えることができます。ただし土が凍ったり霜が降りると根が傷みますので、夜間は室内に入れたり霜よけしましょう。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えてください。冬場は水やりを控えめにし、土が乾いてから2日後を目安に与えましょう。肥料は少なめの方が良い植物なので、特に与えなくても問題ありません。このお花はね、比較的ね育てやすい感じがしますね。そうですね、こうまっすぐピシッと伸びて、なんか見てたら自分の姿勢も正せる感じがしてきますね。まあ僕らの人生と一緒ですよね、まっすぐすぐ伸びていきましょうグリーンプラザ山町さんではたくさんのお花や観葉植物、お野菜の苗も扱っておられます。ご興味のある方はぜひお店にもお越しください。さて今回はトピックスの前に、奈良の気になるスポット人物のことを奈良県出身リポーターならではの目線で紹介します。ピックアップザ奈良のコーナーに行きたいと思います。はい、今回はですね、新田さんが天理市で開催中の奈良町屋の芸術祭花ラートについて中継で紹介してくれます。じゃあ早速呼んでみましょうか。新田さん、ほんなら行こうか。はい、展覧会の会場にやってきております。ここからは花ラートのメインエリア天理の展覧会を企画されましたキュレーターの内田さんと一緒にご紹介してまいります。内田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて本日火曜日で、本当はね花ラートさん火曜日お休みなんですけれども、特別に開けていただいております。ご協力ありがとうございます。はい、内田さん、前回の花ラートのメインエリアも担当されてたんですよね。はい、去年から花ラートのキュレーターをさせていただいておりまして、今年も環境問題をテーマに引き続き展覧会を開催しております。なるほど、ではですね早速会場の方を案内していただきましょう。あ、メインエリアではどれぐらいの展覧会があるんですかね。
こちらの商店街の秋町や秋店舗を中心に5会場を展覧会会場としております。日本をはじめ、アメリカ、フランス、韓国から作家を、呼んでおりまして、はい、5組の作家を個展形式で展示しております。いろんな国の方がの個展が見られるということですね。では早速会場の中案内していただくんですが、こちらまず会場なんですけれども、もともとお店だったんですね。はい、おもちゃ屋でした。はい、はい、このようにですね、感染対策もバッチリしていただいております。中に入ってまいります。はい、まずこちらはですね、内田さん、どういった方の展覧会になるんでしょうか。こちらはフランス人作家のローレン・カペリの展覧会会場となっております。はい、こちらのローレンの作ったキャップという絵本を、うん、再現した展覧会会場となっております。雰囲気ありますもんね。さて、ここで突然なんですけれども、ビューティーニットのビューティーガイドのコーナーでございます。来ましたね。はい、永井さん、近藤さん、はい、永井さん、近藤さん、こちらの、ね、会場よくよく見ると奥の方に松ぼっくりだったりどんぐりだったりがたくさんあるんですよ。はい、このね、どんぐりだったり松ぼっくりだったり、はい、そうなんですよ、子供の頃に遊んだこういったものだったりとか、この会場自体の雰囲気とか、なんとなくこう子供の頃を思い出させるようなこのエモーショナルな雰囲気、これこそまさにビューティーポイントではないでしょうか。なるほど、まあ、綺麗な思い出と言いましょうかね。そうですね、懐かしい。ちなみにエモーショナルって何？はい、エモいってことかな。なんか感傷的なというか、そうなんかこうありがとうね、なんていうんですかね、情緒的なっていう感じの意味だそうです。そうですか。ところで内田さん、なぜこんなにどんぐりたちがあるんでしょうか。こちらのどんぐりは奈良県で皆さんで集めていただいた植物などを集めてるんですけれども、こちらを使って観覧者の方に向こうの方の写真のように絵を作っていただく、はい、自由に体験していただく会場となっております。体験できる会場っていいですね。ということで永井さん、近藤さん、私も作品作ってみようと思います。ちょっと今からどんぐりとか選んで作品作ってきますので、じゃあお願いしますね。はい、ちょっと楽しみに、はい、楽しみにしててください。はい、お願いします。はい、ちなみに内田さん、テーマが環境問題ということなんですけども、はい、こちらの作品は環境問題とどういった関わりがあるんでしょうか。はい、うんうん、はい、植物などは全部自然作品の素材は全部自然の素材を使用しておりまして、はい、ゴミにならず最後土に変えることができます。なるほど、いわゆる自然に返すという形ですね。ああ、そうですか。まあ、いろんな、ね、このどんぐりがあったりするお部屋もそうなんですけど、こちらの会場は他にも見られるお部屋っていうのはあるんですか。はい、こちらのお部屋もございまして、こちらの方はこのキャップの読み聞かせを映像で楽しんでいただける会場となっております。ああ、じゃあ作品を知らなくてもここに行ったら実際に見ることができるんですね。なるほど、わかりました。ちなみに新田さん、作品できた。あ、もうできたかな。できました。これ見ていただいてこんな感じになりました。タイトル、魔法使いほうきに乗ってる魔法使いをイメージしました。え、何でしょうか。え、何が。え、何言ってんの、あなた。魔法使いでほうきいかがでしょうか。あなた、ごめんなさい、芸術性ゼロです芸術センス最悪ですね内田さん、これ作った作品ってどうしたらいいんでしょうか。あちらにあるカメラで撮影していただいたら、はい、フランスにいるローレイに最後に送って、はい、まあ、インスタグラムなどにアップしていただく予定になっております。あ、そうなんですね。この写真をローレンさんが見てくださるかもしれないので、私もバッチリ撮って、はい、送らせていただこうと思います。やめといて、ローレンさん怒るでびっくりしやる内田さん、会場まだまだあるんですよね。はい、すぐ近くにアメリカ人と韓国人のユニットの、はい、薬草のテーマにした作品だったり、洋服を譲り受けた作品などございます。なるほど、本当にね、いろんな会場ありますので、ぜひ皆様足を運んでみていただければと思います。さて、内田さん、ここまで本当にありがとうございました。ここからちょっと会場を移動しますので、一旦スタジオにお返しします。いやー、魔法使い最低でした2つ積んだだけやったよ。じゃあ後ほどまた会場からよろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは続いてはトピックスのコーナー参りましょう。
ましょうか。今朝では撮影クルーが7県各地を飛び回りまして地域の話題をくまなく紹介します。まずはじめはスマートフォンを使った確定申告の話題です。ご覧ください。2月10日奈良市の春日大社で国税電子申告納税システム e-tax の PR イベントが行われました。この日スマートフォンを使って確定申告を模擬体験したのは春日大社の加算の院広忠宮司です。こちらの e-tax は国税庁のホームページから手続きを行い画面の案内に従って金額などを入力することで計算ミスのない申告書類が簡単に作成できます。パソコンやスマホで自宅などから申告ができ新型コロナウイルスの感染症対策にもなるとして一層利用が推奨されています。今年はスマホのカメラで書類を読み取り自動入力された内容を確認するだけという機能も加わりより便利になりました。体験を終えた加算の院宮司はスマホで源泉徴収票を撮影したらそれぞれの項目データが自動的に入力されているのは便利で驚きましたと話されていました。元気な方でも例えば山間に住んでおられる方とかねそういう方が税務署まで来られるということではなくって遠いところにおられてでそこからきっちりと税務署に来ると同じようなことができるっていうのはやはり今本当に便利なものが出てきた中でそのツールをしっかりと使えるそういうまあソフトがこういうふうにできてきたということは非常に便利で素晴らしいことだと思います。いやー最近すごいねスマホのカメラをで撮ると、はいまあ、ある程度割愛はできる話ね。そう読み取って勝手に入力してくれるとすごいな便利です ね、 いいね、まあ、2月16日から受付ね開始されますけれどもここの確定申告私はまだ何も手つけてないんでこれからちょっと追われる身なんでeTax でちょっといいねおすごいパッとできそうやねそうなんですより簡単になって嬉しいです、はい、あの新型コロナウイルス感染防止のためですね、うん、あの税務署の会場で申告する場合は入場整理券が必要となります。当日会場で受け取っていただくか事前に LINE アプリでも申し込みができますのでこちらからお願いします。確定申告書の作成方法や e-tax の使用方法など詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。さて続いては奈良市で行われた夜を彩る光のイベントの様子です。ご覧ください。2月8日から14日までの7日間奈良公園一帯で幸せ回廊奈良ルリエが行われました。奈良ルリエは冬の奈良の観光を盛り上げようと毎年この時期に行われているもので今年13回目を迎えます。今回のテーマは奈良の夜に輝く希望の祈りです。観光名所の春日大社、興福寺、東大寺の3つの社寺と奈良公園一帯を LED ライトなどで照らした光の回廊で結びます。でメイン会場の奈良春日の国際フォーラムイラカでは光の川をイメージした幻想的なイルミネーションを楽しむことができます。さあそしてこちらは冬七夕ツリーです、うん、皆さんがくくりつけているのは願いの花短冊です。思い思いの願い事が書き込まれていました。このようにね一生懸命こうやってね、うん潰していくわけです、はあ、願いこもってますね。そしてこちらは春日大社エリアです。明るい未来への願いが込められたおよそ1000個のカラフルなランタンが春日参道を彩ります。今年はランタンが星の形に組まれているものありました。これは今までで初だそうです。コロナでなかなか家を出ることもできなかったんで寂しぶりのこういうイベントだったので楽しみにしてきました。はい。綺麗だ。思ったより、ね、明るいなと思いました。
今回あの奈良リーのテーマ自体も希望の祈りということで、あの三社寺を巡っていただいて、あの本当にあの皆さんに今後のコロナが終わって明るい未来を祈っていただくような事業として開催させていただいておりますので、これからもあの奈良 の, あの行事として続けていって、あの皆さんに喜んでいただけるようなあの事業として続けていければと思っております。いや、この鹿はね毎年恒例ですけれども、うんうん、まあ、昨年はですね、はい、あの奈良春日の国際フォーラム田舎のところはなかったんですけど、今年は行われたということで、うん、まあ、例年通りという感じはしましたけどね。綺麗。ただね、花火や飲食のコーナーなどは中止になったということですね、うん、で、まあ、古代の人々が神聖なものとした瑠璃をイメージした青色を中心としたイルミネーションということなんです。本当にね綺麗ですよね、はい、うっとりするな。確かに見に行きたいですね。もう来年はねしっかり全てが行われてほしいな、うん、なんていうのは思いますけどね。楽しみにしています。さあ最後は奈良市で開催された紙芝居で地域を盛り上げるイベントの様子です。ご覧ください。2月13日奈良市のカフェで第1回オープン紙芝居が開催されました。このイベントはコロナ禍でも地元の方々に紙芝居を楽しんでもらう機会をと、紙芝居カフェの店主工藤さんが企画されたものです。紙芝居は見て楽しむ他に、読み手を決めず誰でも飛び込みで参加できる形で開催されます。お客さんがお店にある紙芝居や自作の紙芝居を持ち寄り披露されました。こちらは相撲の始まりをテーマにした自作の紙芝居です。日本書紀に書かれているのみのすくねと大麻の気早が力比べを行った話をもとに作った紙芝居です。まあ、この力比べが相撲の発祥とされているんですよね。迫力のある紙芝居に参加者の方も聞き入っていましたよ。絵も特徴ありますよね。個性的ですね、うん、最後には店主の工藤さんによる紙芝居黄金バットが披露されました。テレビが普及していない昭和の初め、紙芝居の火付け役となった作品ですよね。初めて見た子どもたちも思わず釘付けになっていました。訪れた方は次々と披露される紙芝居で楽しいひとときを過ごされていました。今までは全国からこう観光地の奈良市にやってきた流れで、あの1日に2軒か3軒か寄っていただいて、ここに座ってあの紙芝居をやらせてもらうんですけども、だから見ていただけない方が見ていただくという機会ですから、本当にありがたいです。いやでも本当に絵がね個性的というか、うん、シュールな絵もありまして、特徴ありますよね。あのちなみにね、あの黄金バットなんですけども、うん、昭和40年代は、ね、アニメ化もされてて、はいはい、それは私覚えてますわ。ちょっと勉強不足でこれから見させていただきたいと思います。あの紙芝居カフェなんですけれども、5月までの毎週日曜日に、開催予定ということで、時間は14時から16時、参加費はドリンク代500円を頂戴するということです。まあ、手持ちの、ね、紙芝居がなくてもお店にある紙芝居であったりとか、絵本の読み聞かせもできるそうなので、ぜひ皆さんお気軽に参加してみてはいかがでしょうか。すごいね、なんかね、いっぺん紙芝居やってみたいなと思いますからね、うんうんうん、ちょっとやれたら嬉しいね。はい、楽しそう。以上トピックスのコーナーでした。 KCA の情報発信スタジオ K スター、まだまだ続きます。大和の馬酒、酒と魚と金言と、日本清酒発祥の地とされるここ奈良から、私高井俊彦が奈良で作られる清酒だけを独自の視点で紹介する番組です。毎回県内の蔵元からゲストをお呼びして、奈良の清酒の魅力をとことん語り尽くします。大和の馬酒、酒と魚と金言と、ぜひご覧ください。さあ改めてピックアップザ奈良のコーナー参りましょうか。はい、花ラート天理会場にいる新田ちゃんを呼んでみましょうか。新田さん、ほんなら行こうか。2回目。はい、先ほどの場所から商店街の中を天理駅方面に進んでまいりました。そしてここからは花ラートの事務局長の飯村さんと一緒にご案内してまいります。飯村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速ですね、こちらの会場をご案内いただくんですが、こちらももともとお店だった、はい
館ですかね、はい、上にもあるんですけれども、はい、モードショップ岩井、洋品店さん、お洋服屋さんですね、お洋服屋さんだったんですね、はい、ではこちら入ってまいりましょう、お邪魔いたします、どうぞ、はい、あ、広いですね、はい、すごく広い建物で、結構シンプルな壁紙が飾ってあるっていう感じなんですかね、うん、よくこの壁紙に近づいて近づいてください、ね、はい、ちょっと変わった壁紙だなと思ってたんですけれども、うん、あ、よくよく見るとこれ数字になってますね、永井さん近藤さん分かりますか、これ数字です、数字、ただの柄じゃなかった、数字がめちゃくちゃ並んでます、うん、あ、ほんまや、数字書いてる、これ見たことあるね、これ新聞に載ってるやつちゃうの、これ、え、新聞、飯村さん、こちらはどのような作品なんでしょうか、はいはい、日本人の作家である月山由紀さんの作品になってます、うん、はい、タイトルがエブリデイと言いまして、うん、新聞の株カラーの株価を手で切り抜いて、それを糊で一個ずつ貼り合わせていった作品になります、株価正解でしたね、はい、新聞、はい、で1年4ヶ月の間をかけて、はい、毎日毎日作家さんがこの作業を続けて64点の作品がこの部屋一面に飾られています、すごいな、すごいですね、こちらは全て新聞の作品なんですかね、そうなんです、はい、全部新聞で作られて、ね、お部屋があるんですけれども、はい、奥のお部屋が撮影がちょっと NG になってまして、あ、撮影だ、はい、はい、それが作家さんの思いで、はい、ぜひ裏側、ちょっとした裏側があるんですけれども、はい、ぜひ生の目で見て体験してほしいという思いで、うん、はい、気になりますね、いや、この裏側を、ね、見ることができる奥の部屋、はい、作品の、まあ、コンセプトに表と裏というのも一つなってまして、はい、はい、実際ここに来て皆さんの目で見ていただきたいです、あ、素敵な企画ですね、いや、もうこちらの奥の部屋が気になった方はぜひこちらまで足を運んでいただいて、こちらを見た上で奥の部屋もご覧になっていただければと思います、いや、気になりますね、はい、はい、ということでですね、飯村さん、こちらの近くに、はい、あなたのインフォメーションがあるということなんですけど、そうだ、すぐ近くなんです、あ、はい、なるほど、ではそちらもご案内いただけますでしょうか、はい、じゃあこちら、どうぞ、はい、では出てインフォメーションの方に行ってまいりましょう、いや、永井さん、お見事でしたね、うん、いやいやいや、私、新聞だと気づかなかったもので、いつも見てるんですよ、あ、そうなんですね、株はやらないですか、そうなんですね、チェックしてるはい、でこうやってね、商店街の中にこういった芸術作品がつらつらつらって並んでるっていうのはなんかまたいいですよね、今まで綺麗なというか、古い街並みでやることが多かったんですけど、うん、こういう商店街もすごく皆さん好意的に受け入れてくださって、うん、はい、楽しくさせていただいてます、なんかね、わざわざ行くっていうよりかは、うん、その生活の中に溶け込んでる感じがして、そうですね、いいクーポンもご協力いただいたりしてるので、うん、お買い物も一緒に楽しんで、はい、散策していただけます、身近に感じていただけると思います、さてこちらやってまいりましたが、はい、こちらは、はい、こちらが花ラートのインフォメーションになっていて、はい、まずこちらで感染症対策とチケットをご購入いただいてから各会場に回っていただけるという流れになっています、なるほど、商店街についてはまずこちらに来ていただくということで、はい、はいはい、それでは飯村さん、最後に奈良町屋の芸術祭花ラート天理エリアの開催情報についてお伝えいただけますでしょうか、はいはい、花ラート2月11日からスタートしていまして、2月28日の月曜日まで開催しています、はい、祝日を除く火水木がお休みになってますのでお気をつけください、うん、はい、また、作品の今見ていただいた展覧会の他にも、うん、環境問題だったり食をテーマにした講座だったり映画の上映会もやっております、うん、期間中の日曜日残り2回なんですけれども、うん、それではマルシェ、環境に優しいマルシェもやってますので、はい、お子さんも合わせて一緒にお越しください、詳しい情報はホームページをご覧いただければと思います、本日ね、火曜日の中開けていただいてありがとうございます、はい、いろんなところ気になった方いらっしゃると思います、ぜひホームページチェックしてみてくださいね、飯村さん、ありがとうございました、ありがとうございました、ということで今回は天理市の商店街の中にあります奈良町屋の芸術祭花ラートについて情報をお伝えしてまいりました、スタジオにお返しします、はい、いや、なんかマルシとかあんなも気になりますよ ね、 ねえ、お買い物、合間にお買い物したりするのも楽しそうですね、商店街で、本当に、さ、それは、次回のピックアップさならは、次回はですね、昨年リニューアルした橿原市の博物館を土方兄弟が中継で紹介してくれます、以上ピックアップさならのコーナーでした、
さて続いては皆さんから写真やメッセージをお寄せいただきご紹介するコーナー、その名もみんなのネキニュースです。ネキとは方言ですぐそばという意味ですけれども、皆さんのネキにあるお写真ご紹介できますので、どしどしお寄せください。今回のベストショットはこちら、へぐり町のみーちゃんからいただきました。みーちゃん篠原の環状綱ということで、近鉄生駒線元三条口駅の近くを流れる竜田川に架かる鉄橋の横に鉄橋ですね、綱がかけられていますといただいてます。ちなみにこの環状綱なんですけれども、古来より悪霊や病気などが入ってこないように村の教会に貼ったと言われているね。また五穀豊穣とか子孫繁栄も願ってかけられるものということで、実はねこのね、あの篠原の環状綱はね、もう県内でも数少ない大きさなんですよ。あ、大きいですね。飛鳥の方にもあるんですけどね、はいはいはい、大きいんですよこれね。はい、ありがとうございます。皆さん覚えておいてくださいよ。あと皆さん鉄橋ですよ。鉄橋ね、OK です。もう一枚いきましょうか。はい、京都府精華町のフォトマニアさんからいただきました。フォトマニア、私の趣味は写真を撮ることです。先日行った下鴨神社の華やかな写真ご覧くださいといただいてます。あ、そうですか。ただあの下鴨神社のルーツは奈良ですか。あ、そうなんですね。だから奈良にしっかり関わりありますからね。すごいいいアングルじゃない？ねえ、お花も綺麗に咲いてる。なかなかフォトマニアさん、腕あるよ。さすが趣味写真を撮ること。ありがとうございます。私誰やねまた待ってます。続いてメッセージいきましょう。はい、メッセージは桜井市のど根性カメラマンさんからです。あ、ありがとうね。盆梅店もうすぐ春ですね。今年中旬から五条市西吉野の福寿草の自生地でもそろそろ見頃かなと思われます。早春の自生の花とても綺麗なので取材されてはどうでしょうかといただいてます。あのこのね、西吉野都合市地区というところ、これはもう福寿草の自生地あるんですよね。これ取材分かりました、行きます。あ、行くの？もう勝手に決めます、行きます。そうなんですね。完全周りのスタッフはざわついてますけど行ける。どうしよう、行きますだそうです。はい、ありがとうね。続いていこう。はい、もう一つですね、生駒市のみりちゃんからいただきました。ありがとう。暦の上で春になったので、あともあとちょっとの辛抱、花壇も土作りをして縁側には花の赤ちゃん苗がいっぱいです。早く暖かくなれといただいてます。みりちゃんね、うん、もういい名前やね、みりちゃん。かわいいこれあの土もね、本当に手入れまずはしないとね、なかなかいい花育たないんで ね、はいはい、大変やね。ミリちゃん頑張ってね、綺麗にお手入れしてください、はい、さあどんな写真でも OK ですね。皆さんのベストショットどしどしお寄せください。オーバーケーストホームページの投稿フォームからお願いします。私たちへのメッセージもお待ちしています。ベストショットを紹介させていただいた方にはケースタ特製マルチスタンド、メッセージを紹介させていただいた方にはケースタロゴ入りボールペンをプレゼントします。以上、みんなのネキニュースでした。続いてはプレゼントのコーナーです。今回はグリーンプラザ山町提供、スタジオを飾っていただいた鉢植えを1名様にプレゼントします。ご応募はケースタホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。またプレゼントの応募はハガキやファックス、E メールでも受け付けています。ご希望のプレゼント、ご住所、お名前、ご連絡先と番組へのご意見、ご感想、ご記入の上、皆さんぜひご応募ください。そして先週のプレゼント当選者はご覧の方です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さてケースタではもう皆さんからの情報を待ちしております。地域のお祭りやイベント情報、地域で人気のあの人あのお店、ネキニュース宛ての写真、私たちのメッセージなどなど、電話、ファックス、イメール、何でも OK です。皆さんからの情報お待ちしております。もう勝手にこの番組中にね、行きますとかいっぱい決めますんで、はい、どんどん情報ください、はい、情報お待ちしてます。後でスタッフに怒られるわ永井さんだけ来たなさあそれではですね、中継今一度読んでみましょうか。新田さん、はい、見てください、とっても可愛い作品じゃないですか。何これ。え、はい、内田さん、こちらどういった作品なんでしょうか。こちらは大阪で活動する池田真さんの作品で、はい、本物のスルメイカに刺繍を施しています。本物なんですね本物これ。こちらにはどれぐらいの方の作品もいるんでしょう。こちらは14名の花ラート今まで関わってくださった作家さんの展覧会を展示販売しております。あ、展示販売ということは、飯村さん、こちら、はい、こちら花ラート、はい、そうなんです、花ラートアートショップといいまして、はい、どの作品も比較的手に取りやすい価格で作家さんもご協力いただいて出展していただいてます。そうなんですね、はい、内田さん、飯村さん、今日はご対応いただき本当にありがとうございました。ということでスタジオにお返しします。
あのスルメイカ2本かな。どんな匂いするちょっと匂ってほしいけど、すごい細かそうですね。ちなみにですね、今回分かりましたね、新田さんは芸術性ゼロというさあ、それではお別れこのポーズでいきます。お二人も一緒にお願いします。 KCA の情報発信スタジオ、ケンスタ、また来週、さようなら。